というわけで、初見さん関係質問関係、投げ銭スパチャは大関係、来るものは拒まずのパーカッションのワークショップ高文がお送りします。よろしくお願いします。フレームドラムって何ぞやとえー、フレームドラムとはっていうね、ところからちょっと行きます。はい。ドドン。はい。片面大庫のことでございます。はい。<laughs> ざっくり <laughs>。はい。片面大庫のことを、まあ一般的にフレームドラムと言っているっていう感じです。で、おそらくなんですけれども、まあ世界最古の打楽器であり、 世界最古の楽器でもある、えー。もうあらゆるね。結構笛とかであの、昔からある。なんか管状のものをね、ふーって吹いて、ピーってこう、鳴るような笛みたいな形状のもの、えー。フルートみたいなものって昔からあると思うんですけど、まあ、それよりもおそらく古くからあるのではないかと言われてますね。まあ、いろいろ調べたんですけども、確実に言えるのが、まあ、紀元前の、えー、まあ、3000年ぐらい。 はまあ確実にあっただろうと言われております、はい。で、その他にも、一応ね、はい。こういうのが見つかっておりますと。で、こういうの結構いっぱいありまして、えー、一番古いこういう、なんて言うんでしょう、石像っていうんでしょうか、土偶っていうんでしょうか。があったのが、紀元前5000年代のものもあると言われてるんだけども、まあちょっとそれソースが怪しいっていうか、ちょっとそこまで古いと正確な年代っていうのは、 わからないので、まあ、厳密なことは言えないんだけれども、まあ、めっちゃ古いというところですね。こんなのもありますと、これ知ってますエジプト神話エジプト神話の、えー、アヌビス、アヌビスさんっていうのがね、いるらしいんですね。となんかミイラを作ったとかね、冥界の王、冥界の神様、えー、かわかんないんですけども、まあ、アヌビスすら持っているフレームドラムと、えー、いうことでございます。まあ、むっちゃ古いと。 で、いろいろありまして、まあ、ざっと名前が付いてるものは、こんなのがあります。一般的にそのね、いわゆる今売られてるような、こういうやつ、本当にこの枠組みが付いて、ヘッドが張ってある、皮が張ってあるやつっていうのは、だいたいね、この、タール。 っていうのが、それに当たります。まあ、それか、えフ、ー、っていうやつですね。二個目のドフはい。えー、これは地域によって呼び方が違ったり、まあ、微妙にね、その、なんだろう、作り方が違ったりしますけれども、まあ、総じて、まあ、何かしら片面太鼓が貼ってあるものであると。で、現代、楽器が欲しいなと思って調べたときに、タールの方が、深さ、 ボディの深さが浅い傾向があります。ま、ほんにいろんなのあるんですけど、タール。タールって言われたら割と浅めなもの。で、ドフ、えー、っていうものは結構ね、深いものが多い。えー、今手に入るものだと、ドフ、えー、っていう名前がついてるものだと割と深いものがありますっていう感じです。で、深い方が響きが長くなるっていう感じ。はい。で、ダフっていうのがありまして、 これ、ジャラジャラしたのが付いてるのがありますと。これ、ダフ。で、ジャラジャラしたのが付いてるのの、えー、もっとちっこい小ぶりなのが、ドイラとかね、いったりします。アゼルバイジャンの。はい。えー、で、ベンディールっていうのも割と今結構手に入って、まあ古くはこんな形ですね。今もっと綺麗な、あの、美しいやつありますけれども、これは響き線があってある。何かしら弦が張ってあって、ちょっとバズ音が。 ズズズズってなる。まあ、花ンみたいな。えー、あるいはスネアみたいな感じですね。あとは、えー、皆さん知ってそうなので言うと、バウロン、ボーランとかね、言うんだけど、バウロンって知ってますアイルランドの、アイリッシュ、えー、ですね。こういう、ビーターというか、マレットというかね。まあ、こういうの持って、抱えて。 叩くやつがバウロンは、えー、同じですバウロン、えー、はなんか後ろにね十字架みたいなのがついてるものが多かったりするんですけども、まあ、これは構造上の違いっていうか、えー、設計の安定度を高めるようなものなので、えー、ざっくり言うと同じです、はい。っていうとやってる人に怒られるかもしれないんだけども。 で、そこから派生しての、まあ、タンバリンとかがね、ありますっていう感じです。えー、レクっていうね、アラブタンバリン。とか、えー、タンブレッロ。えー、イタリア。まあ、呼び方が違うだけで、まあ、要は鈴がついている。なんかシャンシャンになるものがついているものですね。あと、インドでカンジーラっていうものがあります。はい。一応ね、日本の鼓とか、うち太鼓といったものも、まあ、フレームドラムに含まれるらしいです。 うちは大根ってわかりますかねなんか、丸い湖面に棒がついているような、あの、やつですね。はい。そんな感じで、いろいろあると <laughs>。迷っちゃいます、というところです。で、今その、例えばお店に行ったり、ネットでなんかね、楽器を買おうと思って、フレームドラムと言ったら、先ほど言ったように、えー、タールとかドフみたいな、割とプレーンなものですね。えー、何も飾りとか。 えー、響き線とかがついていない湖面、えー、だけのもの。はい。なんとなくわかりました古くからある楽器なんでいろいろなバリエーションがありますっていう感じです。